クララ・バットによる希望と栄光の国、1911年、デーム・クララ・エレン・バットはイングランドのコントラルト、リサイタルや演奏会で歌手として活躍した。力強く深みのある彼女の声は、カミール・サン・サーンスやエドワード・エルガーといった同時代の作曲家に感銘を与え、エルガーは彼女の声を念頭に置いて歌曲集を作曲した。 バットはオペラにはわずか2度しか出演しておらず、いずれもクリストフ・ビリバルト・トグルックのオルフェオとエウリディーチェであった。彼女はサン・サーンスのサムソンとデリラでの歌唱も希望していたが、これは実現しなかった。キャリア後期の彼女は夫であるバリトンのケナディ・ラムフォードと共にリサイタルの舞台に上がることが多かった。彼女は老漢・レコードへ多数の録音を行っている。 バットはサセックスのサウスウィックで船の船長だったヘンリー・アルバート・バットとその妻、クララの間に長女として生まれた。1880年、一家はイングランド東部ブリストルの港町へと移り住む。クララはサウスブリストル高校へと通い、ここで彼女の歌唱能力が知られるようになり、表現者としての才能が磨かれた。学校長の要望により、 バスのダニエル・ルーサムの指導を受けた彼女は、ルーサムが音楽監督を務めるブリストル祝祭合唱団に所属した。1890年1月に奨学金を獲得して、王立音楽大学へと入学したバットは、歌唱をジョン・ヘンリー・ブロワーに、ピアノをマーマデューク・バートンに指示した。王立音楽大学で声楽を学ぶ4年間のうち、ビクトリア女王の後ろ盾を得た彼女は3ヶ月を、 パリで過ごした。さらに、ベルリンやイタリアでも学んでいる。バットは1892年12月7日、ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホールにおいて演奏された、アーサー・サリーバンのカンタータ、黄金伝説で、プロとしてのデビューを飾った。3日後には、ロンドンのライシーアーム劇場において、クルックの、オルフェオとエウリディーチェで、オルフェオ役を演じている。この公演は、 王立音楽大学の主催で、式はスタンフォードであった。ザ・ワールドの音楽評論家であったジョージ・バーナード賞は、バットが合理的に考えうる期待の最大値をはるかに超越していたと書いた上で、彼女が並ならぬキャリアを歩むだろうと予測した。ジャック・ブイーの下で、さらなる計算に励むべく、バットはパリへと赴いた。ブイーは、ルイーズ・ホーマー。 ルイーズ・カーク・ビー・ランといった国際的名声を手にした女性歌手を指導した人物である。その後ベルリンへと移った彼女は一線を退りいた有名なソプラノ歌手のイーテルカがアースターの下でさらに技術に磨きをかけた。バットの歌声を聞いたサン・サーンスは彼女に自作のオペラサムソンとデリラに取り組んでほしいと希望したが聖書を題材とした作品の上演が禁じられていた。 当時のイギリスでは、この願いは叶わなかった。法改正に伴い同オペラが1909年に、ロイヤルオペラハウスで上演された際、デリラ役を歌ったのはランであり、バットはこれに落胆した。バットはその性質と6フィート2インチという長子により、イギリスの演奏会の舞台で名声を獲得した。彼女は多数のレコード録音を残しており、伴奏は、 リリアン・ブライアントであることが多かった。バットは複数回にわたってサリバンの歌曲ザ・ロスト・コードを録音しているが、彼女はこの作品の思考譜を友人のファニー・ロナルズから遺言で譲り受けていた。彼女は主に演奏会で歌手として活躍し、オペラへの出演はオルフェオとエウリティーチェの2回の講演のみであった。当時のイギリスを代表する作曲家であったエドワード・エルガーは、 彼女の独唱を念頭に、コントラルトと還元楽のための連作歌曲集、海の絵を作曲した。1899年10月5日にのリッチで行われた初演では作曲者自身が指揮し、バットがソロを歌った。彼女はこの歌曲集からは、第4曲、三五章のあるところのみを録音している。バットのテッシュトゥーラは、非常に広く C3 から A5 に及んだ。 1900年6月26日にバリトンのケナリー・ラムフォードと結婚したバットは、それ以降彼と共に演奏会の舞台に上がることが多くなった。夫妻は二男一女を設けた。主要な音楽祭や演奏会で数多く歌うのみならず、バットは王室からの命を受けて、ビクトリア、エドワード7世、ジョージ5世らの午前でも歌唱を披露した。彼女はオーストラリア、 日本、カナダ、ニュージーランド、アメリカや多くのヨーロッパの都市を演奏旅行で訪れている。第一次世界大戦中、バットは奉仕事業として多くの演奏会を企画して自ら歌い、この功績により1920年の市民、戦時功労者としてデームに除された。この年、彼女はコベントガーデンにおいてミリアムリセットと共にトーマス・ビーチャムの指揮するグルックの オルフェオとエウリディーチェで4回歌っている。タイムズ氏の報じたところによると、舞台上での彼女は、落ち着きがなく、最も有名なアリア、エウリディーチェを失ってでは、劇的に歌おうとするあまりテンポが走るとともに、白雪感を意識、フレージングも損なわれた。彼女がプロとして、オペラの舞台に上がったのはこの時だけであった。バットの3人の妹も歌手であった。 その一人であるエセルフックは実力でコントラルトとして名を派生、ソロレコーディングを行い、また1926年にはリード・フォレストのホノフィルム方式の初期トーキーに出演した。晩年のバットには悲劇が付きまとった。長男は学生時代に髄膜炎で死亡し、下の子は自ら命を絶った。1920年代になると、 脊柱に癌を患らい著しく健康を損ねる。彼女は晩年の録音を車椅子に腰掛けたまま言った。1931年から苦しめられた事故の後遺症により、バットは1936年にオックスフォードシャーのノースストークで63年の生涯を閉じた。注釈出典。ありがとうございます。